どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんに紹介していきます。今日皆さんに紹介いたしますのは大阪のグルメです。今回は大阪市北区にございますこちらの総大将さんにお邪魔いたしまして、美味しいラーメンを紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。レッツゴー。今回紹介するこちらのお店は関西を代表するラーメン店の一つです。2004年に創業して以来多くの方に愛され続けてきたお店でございます。店内にはご覧の通り著名人の方のサイン色紙でぎっしりと埋め尽くされています。こちらがこのお店のメニューとなっております。やはりこちらのお店の人気メニューはこちらの黒大醤油でございます。醤油発祥の地湯浅の再仕込み醤油をベースにして飽きのこない味を演出しているこちらのラーメンを今回チョイスいたしました。さらにこちらのお店のチャーハンも有名とのことでございますので、焼き飯セットを今回は注文いたしました。さらにこちらのお店には柚子が入っているそうです。一体どんなラーメンが出てくるんでしょうか。注文しましたラーメンが運ばれてきました。見た目の印象はどこか懐かしさを感じる見た目でございますよね。そしてスープを一口いただいてみました。スープはカツオの出汁をしっかりと感じることができるものに仕上がっています。そこに醤油の塩味と甘みが絶妙なバランスで加わっていて、ひとたび麺をすすってみますと口の中に広がる感じがたまらなくいいです。こちらのラーメンに使用されている麺は自家製麺の麺です。中太のストレート麺となっていて、コシの中にもしなやかさがある麺に仕上がっています。ツルツルとした表面は喉越しもいいです。スープの中に入っている焦がしネギがいいアクセントとなっているのも魅力的でございました。そしてトッピングされているこちらの大きなチャーシューも見てください。大きな豚バラ肉のようです。ひとたびいただきますと柔らかくて口の中でホクホクととろけていく感じがとても印象的でした。多くの方に愛される理由が分かりましたし、香ばしい醤油の香りに包まれる幸せの一杯に仕上がっていると思います。そしてこちらのチャーハンもこちらのお店の代表するメニューの一つです。こちらのチャーハンも昔ながらの印象を受けます。お米は程よくパラパラとなっていて食感は抜群です。細かな卵や豚肉が旨味をしっかりと感じさせてくれます。こちらのチャーハンもこちらのお店に行っていた際にはぜひ食べていただきたいメニューの一つだと思いました。とても大満足のラーメンとチャーハンでございましたので、ぜひ皆さんも足を運んでください。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理をたくさん紹介していきます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!